じゃあまたここあとここで、この辺が全体的に硬くなってるんです。で、これどんな感じかって言ったら、冷凍庫の中に入ってるお肉みたいな感じでガチガチに固まってるんですね。でそれを今からね、生肉に戻していきますけれども、その過程がとても痛いですからね。でこの背中の疲れって実は足の疲れが上がってくることが多いので、足からしっかり緩めていますね。今からが本番、頑張ってください。これね、見た通り痛いでしょ。なんで痛いかっていうと、汚れが溜まってるから痛いんですね、はい、どんな感じかって言ったら、白のカッターシャツを1週間ぐらい着た襟元の汚れみたいな、はい、一応信用しないかもしれないけど、2回3回続けていくと痛くなくなっていくからね、左の腰が痛いんで、右の足で変わってしまうっていう。はい、あ、なるほどね。はい、おないようにしてる、ここで。ほんとここも押さえてみて。あ、なはい、足をこうしますよ。はい、そう。ここ。ここ気持ちいい、実はね。この筋が硬くなると、ね、腰痛になったりしやすい。あ、腰が痛い生活から抜け出た、はい、あ、なんとかなるようにしますね。腰痛、何したら痛い？寝てても痛くてで、何をするにも痛い。なんかこう、しゃがる下のものを取ろうってするときは、はいはい、気合を入れてる、はい、必ずこう、上半身だけで取らないっていう。あ、なるほどね、はい、おこれ腰痛に効くからしっかり。では反対側に、ね、使っていきますよ。はい。
ここがさ、左の方が痛い。右の腰が痛いんだったっけ？左の腰が。そんなに痛くないでしょ、はい、ってことはやっぱこの筋だよ。おー痛い明日ね。もうちょっとだけさ、ごめんね。これが硬い。でもだいぶ取れたね。ああ、だいぶ取れた。わかる。足ちょっとこうするよ。ガチですね、どんどん痛くなる。どんどん痛くなる。いい感じだね。これ腰痛に効くんですよ。ここ痛いね。内側だったのにね、ふくらはぎが。